山崎守世は、日本の実業家であり、経済評論家である、元総務省顧問、元ゴールドマンサックス投資株式、会社代表取締役社長兼ゴールドマン、サックス本社、パートナー、ゴールドマンサックスアセットマネージメント、ジャパンリミテッド社長、国海アセットマネジメント株式、会社代表取締役、一般社団法人、 太陽経済の会代表理事、成長戦略総合研究所理事長、三回投資有限講師当事長、緑はじめ顧問管理有限会社副当事長、国土交通省観光,観光庁の観光地域づくり法人アドバイザー、アキシオンベンチャーズインクエグゼクティブチェアマン、様々な政策提言を行っており、高速道路無料化、陽光経済論者として知られる。 1958年、福岡県生まれ、福岡県立周遊館高等学校を経て、東京大学経済学部卒業。大学卒業後は大和証券に入社し、国際金融、デリバティブ、証券化、不動産投資、年金運用、投資信託などを担当した。この間山崎が開発に携わった、証券化投資信託商品、ジャンボアルファは、 1990年度、日経金融新聞最優秀商品賞を受賞している。その後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校での MBA の取得を経て、1994年にはアメリカ合衆国を拠点とする投資銀行、ゴールドマン・サックス社に転じ日本における資産運用業務の開始を担った。1994年の日米包括経済協議に、 米側代表として参加。グローバル投資の導入と信託指定端、LP 図方式を提唱、改革案を作成するなどして、歴史的な合意に貢献した。ゴールドマンサックス投資代表として、投資信託グローバル運用でナンバーワンの実績を挙げた。1996年の業務開始後2年間で、投資、投資顧問を合わせて、約3兆円の運用資産を獲得。 公的年金の最大投資顧問会社や、官補の最大級の運用会社、企業年金トップ10のうち8社から受託するなど、数多くの実績を作り、日経金融新聞のグローバル運用部門のランキングで連続1位の評価を得る。1996年、投資信託協会の理事として、J リート創設に携わった。2002年3月、ゴールドマンサックス社を退社。 同年4月に行われた徳島県知事選挙に無所属で立候補し、高速道路無料化を政策の柱として戦ったが、民主党、日本共産党、社会民主党が推薦した大田氏に敗れた。その後は民主党との距離を縮め、2003年11月、山崎が提案した高速道路無料化及び優政資金の中小企業への活用が民主党の マニフェストに採用され、民主党の閣僚予定者として、国土交通大臣就任予定者に指名された。2009年10月には、総務省顧問に就任し、OECD に評価を依頼し、グピーフのガバナンス体制の抜本的な改革、及び体制改善後の運用改革を提言。その結果、2014年には、グピーフによる、 オルタナティブ資産への投資が可能になった。2012年2月、国海アセットマネジメント株式会社を設立して、代表取締役に就任。2018年10月、岡山県瀬戸内市にて、約235メガワットという日本最大級の太陽光発電所、瀬戸内きれい、太陽光発電所を開発して、商業運転を始めた。 東京州有会第562回に機会。当時の小泉純一郎政権で与党となっていた自民党と公明党は大塚製薬工場長の女性を推薦し、犬会の出馬は保守分裂とも評されていた。ありがとうございます。